再生医療ナショナルコンソーシアム事業は、臨床研究を促進し再生医療を普遍化するため、現在臨床研究支援、人材育成、再生医療データベースの構築、産学連携のコーディネート、患者・市民との対話型コミュニケーション、国際的なコラボレーションの6つのモジュールで、グローバル規模での協業・連携を図るための環境構築を行っています。今回は臨床研究支援について詳しくご紹介します。日本再生医療学会は、円滑で安全な臨床研究のための様々な支援を行っています。これまで限られた研究機関でしか得られなかった専門知識や技術的経験をオールジャパンで活用できる仕組みを構築し、技術的・事務的課題解決と再生医療の実用化を支援しています。特に新しい分野の再生医療においては、専門家の介入も不可欠です。全国の大学や研究機関とネットワークを確立し、臨床研究委員会が中心となり、随時アドバイスを行っています。基礎研究から治験に至る研究ステップの途中では、特許申請、当局等への申請資料の提出など煩雑な事務作業も伴います。さらに再生医療等臨床研究においては、細胞培養加工施設の管理や細胞の品質管理、技術ノウハウ、認定再生医療等委員会への対応も求められます。日本再生医療学会は、このような研究開発に伴うボトルネックを解消するための臨床研究支援を無償で提供しています。支援のご相談は、日本再生医療学会臨床研究支援ユニットまでメールでご連絡ください。必要に応じて秘密保持契約の締結を行い、具体的な支援内容を検討します。支援する臨床研究委員を選定後、支援開始となります。ご依頼者のおよそ6割がアカデミア、およそ4割が企業です。再生医療等のリスク分類の内訳は、およそ半数が第1種、続いて第2種、第3種となっております。その他の事項については、例えば認定再生医療等委員会に関する事項が含まれます。その他の支援として、再生医療等提供計画のひな形をウェブサイトで公開しています。また2020年12月には、ミニマムコンセンサスパッケージの作成と提言を行いました。想定される大多数のヒト細胞加工製品の品質・安全性等の評価において、より合理的・効果的な製品開発および再生医療の実用化を促進することを目的としています。あらゆる知を結集し、再生医療の革新と普遍化により、全人類の幸福と未来に貢献していきます。